ゆっくりしていってね。かもしかめ！おっしゃ、行くぞ！争いはこのまでのだが。始まりました。今回の第一試合の相手はダルシムです。本当に最近よく見かけますね。同じダルシム機械と対戦をするっていうことも何度かあるのですが、ほとんどが初戦のダルシム機械っていうのが、現在的にダルシム機械が増えてんじゃね？と思う今日この頃でございます。Pたちとは対策がいいですね。わいわい。ラウンド2です。ダルシム戦ではおなじみの下大 P で距離を詰めつつ、ダメージとラインを稼いでいく戦法。この戦法は普通のダルシム使いに試していますが、結果としてかなり使える。ということが発覚しましたので、下大 P をマルチ連打しております。はい。まあ、ラウンドを取られるんですけどね。生き急ぐものではない。最終ラウンドです。いいですね。EX シューティングピークを当てることができ、一気に画面下でスピードで稼げました。が、その後が続きませんでしたね。ラケットなでしこを呼んでいます。しかもテレポートでかわされてしまったので、逆転の可能性がかなり薄くなってしまいました。ミスしちゃったのー。あ、相手の方も、助かります。さて、料理をかけてます。はぁ、あ、引くとか。まあ、やりますよね。使いすぎじゃね。それほどミカに接近してきてほしくないのか。結構手にかかる。ここは話しません。そしてなでしこ。あ、これは今なでしこ上がってきました。先。はい、なでしこの板の木にもう一度入れていました。前捨てしていなければ勝てたのに。あたしが出なくちゃ始まらないだろ。我が鋼の肉体に仕掛けなし。第2試合の相手はダンディーズです。水分で対戦を組むのは久しぶりですね。ミカを使っている時にはちょこちょこ当たるのですが、水分を使っているとなぜか当たらなくなるキャラです。ミカでダンディーズと対戦をするのはかなり神経を使ってきているのですが、水分でダンディーズと対戦をするっていうのは、ここら辺の可能性を歌いながら散歩をするくらいお気楽なもんです。離れた位置から適当にカートレードを当てるだけの簡単なお仕事ですね。まあ、たまに捕まったことありますけど、少し遠いだけ見ていればいいのです。出直しといて。ラウンド2です。このスーパーアーマーは厄介ですけれども、捕まってしまった。今のところはひとブレイクをしないで、ポイントでコマ投げを回避すればよかったですね。ここで行動がおかしなくてカンニングができていたのに、ちょいもったいなかったです。先技にステップが一気引っかかってくれます。ここは神栄が仕事がないときましょう。このくらいの残り体力であればそこに行くことになるので、どうぞでしたね。なんと攻撃力の低い CA なのでしょう。残技戦はかなり勝てるようになったので好きです。ご視聴ありがとうございました。また見てね。